アンリ・トーザンはフランスの陸上競技選手である。20世紀の初頭に活躍した彼は1900年に開催されたパリオリンピックに参加して400メートルハードル走で銀メダルを獲得した。トーザンは400メートルハードルを得意にした選手だった。予選を1位で通過した彼は決勝でアメリカのジョン・トゥークスベリーに続いて銀メダルを獲得した。 東山は200メートルハードルにも出場したが、準決勝で4位に終わり、決勝には進出できなかった。パリオリンピックでの400メートルハードル予選は、出場した5人の選手を2つの組に分け、上位2名を決勝に進出させる形で行われた。東山が割り当てられた予選、第2組は2人だったので、すでに彼の決勝進出は決まっていた。 アスレチックス・アット・ザ・1900・パリ・サマー・ゲームズ、メンズ400・ミターズ・ハードルズ2011年5月3日、閲覧。決勝に進出した4人の選手のうち、アメリカ代表のウィリアム・ルイスは、決勝実施日が日曜の安息日に当たったため参加を断念している。アスレチックス・アット・ザ・1900・パリ・サマー・ゲームズ、メンズ200・ミターズ・ハードルズ2011年5月3日、閲覧。 ありがとうございます。